はい、どうもハリウッドです。セゴドンドンということで、マリオしていきたいと思います。今回が8位の面なんでラストステージですね。もうこのセリフを何度言ったことだろうかって自分でも思ってるんですけど、やっぱなかなかクリアをするのが難しいので、なんとかこの枠でクリアしていきたいかなと思ってます。結構かなり厳しい戦いになるのは間違いないんですけれども、まあ攻略もうこれは消えちゃったかな。あ、やっぱ消えてますね。ちょっと痛いですね。一気失ってワンナップも失ってんで、実質に失ったようなもんですよね。まあとにかく、やってて思ってるんですけど、まあとにかく何度も何度も繰り返してやっていく、これもうメンタルスポーツですからね。メンタルゲームですからマリオは。で、どっか一面でもキノコがあったはずなんですけど、もうちょっと過ぎちゃったんで、このちっちゃいままでもう頑張ろうかなと思います。で、せかされるんですけど、ここのよし、無事、無事じゃないですね。一回一気死んでるのと、ワンナップ逃しちゃってるんで、ちょっと、そこが痛手ですけど。なんとか8の2も、スムーズにクリアしたいですね。よし、危な。よいしょ。このワンナップはどうしても取りたいんで、どうしても取りたいんで、よし、よいしょ、おっちっちゃ、おっ、やっぱでかいと安心感が違うんで、ちっちゃいと一発でやる、こういう一発勝負のところだと、なかなか ノーミスでクリアしていかないといけないゲームなんで、やっぱ基本大きい、まあまあもし可能であればファイヤーで行くと難易度もかなり変わってくるんで、で次の8のあ、また次のこととか言うとですね、まあとにかく8の2をしっかりとクリアしてから次のことをしていきましょう。おっと、そっちに行くって、いや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 、残り3機か。成長を感じれる部分もあれば、逆に下手になってるんじゃないかって感じる部分もあったりなかったりとか。よし、とにかく1アップはゲットすることに成功、あーしたんですけど、やられちゃったんで、ちくしょう、大胆さと繊細さを兼ね備えないとクリアすることができないですね、マリオは。ちょっと今回は大胆と繊細さを兼ね備えたプレーを、大胆と繊細さを兼ね備えたプレー、言いづらい。よし、気を取り直して、めげずに大胆と繊細、
大胆であり繊細である。大胆であり繊細である。もう割合が違いますね。大胆が2で繊細が8ですかね。ちょっと大胆すぎると結構自分の操作テクニックだとちょっと無茶なプレイになりがちなんで、まあ基本慎重に行くことに、慎重に行って損することは間違いなくないんで、基本慎重で大胆に大胆に攻めるって、攻めるべきところは攻めていくって形ですかね。よいしょ。でここは結構打つ打つ、結構ここはあーつ、まあちっちゃいままでも大丈夫でしょう。おし、まあ、ここはちっちゃいままでも大丈夫だと思うんで、あーずっと成功したんでいけるかなと思ったんですけど、スーパープレイが飛び出しました。うわあ、せっかくのスーパープレイが一瞬で水泡と化してしまいました。いやー、なんかこういろいろ話もしたりとか、進めたいマリオ以外の話もしながらしていきたいなって思ってるんですけど、そういう話をしようとするとやっぱこうやって、まあ、集中力を欠いちゃうことか追ってしまうことが多いんで、ちょっと8面は特にやっぱり、とにかく集中を一瞬でも切らしてしまうと一発で持っていかれちゃうんで、よいしょ。あーっ、400秒あるんで、あ、で、あっち行く。ちょっとしっかりとステージを攻略していくことに集中しましょう。ちょっとさっきから急いでやられてることが多いんで、まあじっくり行きながら入ってきますよね。そうそう、こういうことこういうプレイで、押してるんだけどな、ジャンプボタン遅いんでしょうね、ジャンプボタン押してるのが。で、まあちょっと今回も木の数が少ないんで、ちょっと1アップを取る前に死ぬことが多かったんで、そこがかなり痛手でしたかね。おっち。で、パタパタくん。この子パタパタくんっていう名前ってのを調べました。よし。あんまり立ち止まらずにトントントンっていく方がもしかしたらいいのか。おお、花火ありがとうございます。そんなスーパープレイもなかったんですけどね。で、8の3ですね。8の3も何回かエリアとしては来てるんですけど、なかなか最後まで攻略というのをまだこなせてないので、ちょっとただ8の3はそんなに苦手意識っていうのはないので、で、ファイヤーチャンスがあるんで、しっかりとファイヤーチャンスを獲得することさえできれば8の3の難易度は一気にガクッと下がるんで、お
ああ、そう。だけど、まあ、大きいままでも大丈夫だと思うんで。ゲット！落ち。よいしょ、よいしょ。で、最初のはやっつけて、で、二人目のは、一回入って、難しいですね、その踏みつけるタイミングというのが。あー、マジか。ちょっと強引にでも行かないといけないですね。あー、惜しい。チョンで、ハンマーブロスくんっていう名前みたいなんですけど、ハンマーブロスが一番最上点、一番上のジャンプしてる段、一番高い位置の時に、まあ、こっちがちょうどジャンプして踏みつけるといいタイミングでやっつけれるっていうことみたいなんで、で、ちょっとここもそんなに、タイムが時間切れになる可能性がある感じなんで、まあ、慎重に になっていかないといけないのはもちろんなんですけど、ちょっと急げるところは急いでいく。で、一番大事なのは、まあ、フラワーチャンスを生かすってことだと思うんで、ここでフラワーチャンス、くそ、焦った。今焦らなかったら普通にフラワーチャンスがいけてたと思います。まあ大きくてもいいでしょう。で、ああ、もうこうだったらこう抜けた方がいいでしょう。で、こっからはガチの殺勝負に、ああ、やっぱりなかなかあいつを踏みつけて攻略するっていうところができてないんで、かなり難しい戦いになりますね。で、やっぱさっきもここで一機失って1アップも取れなかったんで、今これで7なんで、やっぱ8の3、8の4で木の数は相当使うはずなんで、1と2はもう何回もクリアすることができているので、まあ、そこでいかに木を使わずクリアしていくかってことが大事だと思うんで、そこをうまく実践しないと、あー、個人的には何が悪くてやられてるかっていうのがあんまり分析ができてなくてですね、まあ集中力だったりとかそういう問題もあるんでしょうけど、なかなか、難しい。さあ、地上に出てきて、で、のこのこくんもかわして、で、ここも上から行って、で、ここでスターもしっかりと取って、一気に行かないと8の1はタイムが厳しいんで、よし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 、順調順調。あ、今これポン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 っていく方が確率が高いのかなと思って行ったんですけど、やっぱり最後の一段はポンポンポンの方がもしかしたらいいのかもしれないんですけど、やっぱり今のところは一段ずつ確実に踏み越えていく方が確率が高そうですね。さ
ああ。これコインが、まあそうですね、コインで1アップを目指すのはやっぱり相当厳しいと思うんだと、ここもタイムがそんなに余裕がないんで、コインは基本無視でいきます。で、スター、使えるものは何でも使っていく。よし、うまく後ろにブレーキかけながら飛んでいく。で、こういう子はせかさない。せかしたいんですけどね、本当は。よし、よいしょ。ちょっとジャンプ短かったですかね。めげない、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 めげない。確実に技術は上がってるはず。あ、いや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 、押し方が弱いんですかね。この長く押したり、ちょっと小ジャンプを使いたいときは軽くポンって押さないといけないんですけど、その小ジャンプにもならないようなちょっとした軽い押し方だとジャンプまで反応してくれないって感じですかね。これ毎回コインだったら一気アップするんじゃないか。このジャンプボタンをの強弱はしっかりとしていくと。よいしょ、よし、ゴー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 、よし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 よまで安けることはできないんで、よいしょ、ほい、ほい、ほい、よし、さっきのミスを修正で、ここも危な、よいしょ、よいしょ、よし。いやー、一番最初にここに来て落ちた時があったんですけど、さっきやっぱそこでしっかりと行っとかないと。ああ、花火まで。ありがとうございます。よいしょ。なんか、8面をずっとしてるんで、一番最初からやり直さないといけないっていう理不尽さに何も思わなくなってきましたね。それが当たり前でしょうっていう感じになってきたんで。いやいや、そんなひどいわ、途中から刺してくれないんだっていう風な考えにはならなくなってきたんで、あ、また最初からね。よし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 、何がよしよしかよう分かんないですけど、まあ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 、ワンナップできる可能性があるんで、ちょっとコイン取っていきますか。わからんすけど、よし、ちょっとで8の2も無事クリアしたいんで、よいしょ、ふう、このでここで多分パタパタくんが来るんで、パタパタくんをと超えて、よしよし、8の2も多分今は1回もやられてないと思うんで、でワンナップも取ってから次に行くことができてるんで、8の3に、3機で臨むことに成功しております。で8の3は、まあ、ずっと言ってるんですけど、まあ、自分に言い聞かせてるという点も含めてなんですけど、とにかく、フラワーを取ることに最大集中していきたいと思います。フラワーをここはこの、あ、ちょっともうこれでフラワーチャンスなくなってしまいましたね。ちょっとボンミスが続いてるんで、こういうボンミスをしている限りは
この面をクリアすることは相当難しいですよね。まあそんなに焦らなくても大丈夫だとは思ってるんですけど、なかなか。でここのキノコを取るのもしっかりと取って、よいしょ。でここでも飛んでくるんだ。あ、くそー。うわ、これはむずいかな。よし。とこうなると、こうなってしまうともうこっちは取れないわけですね。なるほどなるほど、そういうのも気をつけないといけない。よいしょ、おっつ、近い距離だと絶対当たらないでしょっていう自信があったんで、特に何も対策もせずにいたんですけど、いやー、なかなか罠がたくさんあって難しいですね。何回も同じ面をやってるんですけど、普通に何も気にせずクリアしてて、いや、こんな罠が待ち構えていたかと。だから作ってる人が本当よく作られてるなと思いますよね。危ない危ない、ちょっと待ってね。これだとちょっとかなり苦しいから、上に行ってもらってなんとかして懐に潜り込みたいけど、うわ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 、微妙微妙。あ、だけど大きい時はここら辺に穴が開いとけば、こうやってキノコを取ることは可能ってことですね。よしよしよし。で、今のこのコクンが行ったから、ここが絶対、あー、まただ。どうしてもこいつに苦手意識があるんで、で、タイムが、タイムが、タイムが、分かってます。あー、まだ遅いですね、踏みつけるのが。よし。踏みつけるタイミングが遅い。よし、よし、最大集中、最大集中。よし、もう何回ぐらいこの面をやってるのかちょっと忘れてきましたよね。で、何回もクリアしてるんですけど、やっぱりちっちゃいままだと落ちるリス、落ちてやられると敵に当たってやられるっていう2つのリスクがあるんで、それをやっぱ回避ができないんで、どっちかはをミスってやられることはどうしてもあるんで、大きいままだと落ちるリスクはどうしても解消できないんですけど、まあ敵に当たってやられるリスクは解消できるんで、やっぱ大きい、っていうのは大事で、なおかつファイヤーがあれば一気に攻略難易度が下がるんですけど、まあ、そのファイヤーを取る難易度も高いんで、またそこにも、操作技術が必要になるんで、まあうまくゲームバランスが作れてますよね。上手い人には、得点じゃないですけど、まあ人には多分そんなに難しく感じないと思うんですけど、フラを取ることですね、8の3で。ですけどやっぱ技術がない自分がやってるような人だと、なかなかそこまでの領域にたどり着くのが難しいんで、よいしょ。今8の1を一気も失わずにクリアできたんで、これで今7機あるはずなんで、7機で
8の3まで行くことが可能であればかなりチャンスは高いです。でなおかつ8の2を、大きいマリオでクリアすると8の3でいっあーくそー8の3で一番最初でフラワーをゲットするチャンスがあるときにそこでも一気にフラワーになれると思うんでそれだったら、8の2を、大きいマリオでクリアすることはとても大事になると思うんで、まあ、難易度が一気に下がると思うんでそこを目指すためにも、8の2大きいマリオを継続して、いくってことを目指したいと思います。で8の2はこうやってもし途中でやられても一番最初でワンナップが確実に取れるんで、まあ、そういうところおっまたこれだこれですよ。ちょっとこれで木を削られるのはすごくもったいないんで痛いんですけど、なのでまあ8の2をクリアする寸前でもし小さいままだったら最後にわざと死んででまたここで1アップを繰り返していけば、まあ、最近のゲームでああボンミスが多い。そうですね、8の2を大きいマリオでクリアしてなおかつ木をまあ4機ないし5機残してクリアする。でここはタイムで焦らされることはないんで今前半でこの 10ゲームくんにやられたりとかしてしまってるんで、まあ、1アップ取ってからはやり直しが何度でも効くんで、まあ、そこはそんなに慎重にならなくてもいいとこだとは思うんで、なのでちょっと今回は8の2を大きいマリオでクリアするっていうことに集中していきたいと思います。まあ今回に限らずこの先もなんですけど、もうこうなるともう多分ダメってことになると思うんで、まあそれで言ってもいいんですけどなかなかやっぱりキノコが欲しいけどやっぱり最初のところでどうしますかね。でまあ、気がそんなにないんで今もし全然やられてなくて7機6機ある状態だったらもう一回うわー、まあでもこれもしやられても大きいマリオでクリアするチャンスがまたもらえるってことになるんで、であとここはちゃんとやっつけてから行く。でここは焦らずにダッシュを使わず一個一個丁寧にクリアさえしていけば、あれいやややられすぎです。いやそんなに8の2に対してそんなに難しいと思わないんですけど、やられる回数がすごく多くなってしまってるんで、よいしょ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 、ふぅ、このアンチエリア、よいしょ、ふぅ、よし、これで大きいマリオで8の2をクリアできるかもしれないという権利はゲットしております。よし、でここも早めのジャンプ、よいしょ、これはもしかしたら可能性があるかもしれないんですけど、ちょっとこういうキラークーンのところをチビマリオだったらしゃがまなくても普通に立ってるだけで超えてたのをやっぱりちゃんとしっかりとしゃがんでいかないといけない、じゃないと当たっちゃうんで、でここもすごく難しいんで、あとはここを落ちずにクリア、おっしゃ来た、よし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 、これで大きいマリオで来てるんでなんとか前半でファイヤーを取ることさえできれば8の3を
一気に攻略することは可能だと思います。なのでちょっと前半多少時間使ってでも、おそらくファイヤーを取ることさえできれば、よし、しかもよしよしよし、わーやっぱ無理か。いや最初場面がすごい良かったんですけど、2人同時に下に降りてこられたからちょっと辛かったですね。よいしょ、早いかな、早いかな、よいしょよいしょ、ふうふい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 、一匹だけ倒して、おっとこれめちゃめちゃチャンス、絶対やられるわけないかな。よし、来た来ました、来た来た来た、よし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 、よし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 、これでハンマーブロスも全部やっつけれるんで、あとは最後の一個しかない足場のところをしっかりとクリアすることさえできれば、ここをクリアすることは可能。おし、来ました、やっとクリアしました。ふう、ふう、いやー長かったですね。ついに、ついに、最終局面に到達いたしました。ただ、全く情報がないんで、どうして、ちょっとだけ調べたんで、こうやってずっとループしていくゲームになってるんで、ちょっとだけ調べて、どこが正解の入り口かっていうのは、ある程度調べさせていただいたんで、こうだったかな、入れないのか。ああ、じゃあちょっと、ここを越えた次が、で、もしファイヤーで最後まで行くことができたら、本当にクリアは可能だと思うんで、じゃあ、ここですね。ここに入る。で、多分正解ですね。結構慎重に行きたいんで、どこになんのかなこれ。あ、はいはいはい、多分これは子供の時にここに足場があって、これで行くってのをなんとなく覚えてます。よし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 。で次がプクプクがいっぱい来て、ここでファイヤーを失う可能性があるのが怖いですね。あー、ダメか。ってことはここで入ってみますか。どうなんかな。ああ一番最初に戻っちゃってますね。じゃあ今のところは間違っちゃってるんで、でタイムがかなりないんで、せっかくファイヤーでいるんで、ここで絶対にクリアしたいんですけどね。うわ、タイムが焦らせる。うわ、ちょっとルートをつかむのがつかめてないんで、ここじゃなくてここかな。よし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 、多分この水中ステージは合ってるはずなんですけど、時間がちっちゃくもなってしまった。ここは当たっちゃうってことですね。いやー、ですけど、まあルートが分かるだけでもでかいですかね。で、残り30、うわ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 、そんなこと、うわマジか、うわ、いやーむずい。ただルートを確認することができたんで、そこまで先ほどみたいに時間がかけ
かかって、今のハンマーブロスのところまで行くってことはないと思うんで、ただ、さっきと違ってチビマリオくんになってるんで、まあ、できたらフラワーの、あーボンミス、痛い痛い、あと1機、よしラスト1機、俺は次のステージに上がってる人間だ。で、ルートさえ分かってれば、時間に押されることはないと思うんで、まあ、慎重に一個一個進めていっても時間は十二分にあると思うんで、でこう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 いしょこいしょ、すごい微妙な避け方をした。確かさっきフラワーの状態で初めて、水中ステージもクリアしていった時に、でここですね。で次は水中エリアで、水中エリアで、多分ちっちゃいままだったらそんなに難しくないですかね。大きいとちょっと難しい。ただ次のハマブロスをどう攻略するかなんですけど、次がマグマを飛び越えていくとこになってたと思うんで、もうダッシュで切り抜けて、あーいやいや、ダッシュで切り抜けるの難しいか。いやー、もうクッパの尻尾は今見えたんじゃないんですかね。クッパのうわ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 、満身満身、あんだけ満身はいかんと、もう勝った気でいましたわ。いっちゃんダメなパターン、もう勝ちですね。安西先生も言ってたでしょ。え、あっちに行くの？ちょ、危ない危ない危ない。安西先生も豊玉戦でうちの選手奇跡というのは慢心してる時に起きると、勝ったって言ったでしょ。ゴリとルカワ以外は誰だ、 C ランクなんてつけたやつは、みっちーも言ってたじゃないですか。やっぱああいう時こそ奇跡、大逆転って起きちゃうんで、リバウンドはスクリーンアウトはどうした、どんなに大差があってもしっかりとスクリーンアウトをして相手の確率、相手の逆転の目を確実に積んでいかないと足元を救われますよってことになるんで、まさに今それが出たんで、もう俺は8の4の男ですよっていう気持ちを、もう一発目ですぐへし折られたんで、まあ、今の安心の気持ちを糧にして、で正直な話8の1から行っていって、でさっきの8の2で大きいマリオのままでクリアして、うわこっち来るな、いやいやいや今ずっと右行ってたじゃんなんでいやいや今ずっとマリオと反対の方向に行ってたのに、なんで今だけこっちに来たの。よし、嘘でしょいや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 、今の慢心とかそういう問題じゃないんですけどね。まあですよ、やっぱり社会も今まで大丈夫だったから今回も大丈夫でしょって考えは危ないじゃないですか。昨日大丈夫だったからとか、前の会社はこれで大丈夫だったんでこれでしますっていうのはやっぱり考え方を改めないといけないんで、
ぱそういう気持ちの勉強にもさせられてますね、マリオは。よっしょ。いつもパタパタくんが帰ってくるんですけど、今回はなぜか帰ってこなかった。で、なぜかこっちまで来てますね。まあまあまあ、全然いいんですよ。特に何も。どういうこと？いやいやいや、さっき言ったやつですよね。今まで一回も、今まで通用してたことは必ずしも毎回通用するとは限らないぞって今言ってたばっかなのに、あの土管から降りて断絶して適度なところジャンプすれば、まあもうクリ簡単にクリアできますよ。ちょっと集中していきましょうか。集中。8の4の男、まだ俺は8の4の男と名乗るにはまだ早いのか。クッパの面はおそらくそのたくさん木がなくても結局ハンマーブロスのところをどう攻略するかっていうのが今のとこファイヤーでしか攻略ができてないんで、もし、クッパ城のところにファイヤーで乗り込むことができて、まあ、最初ファイヤーで乗り込んだじゃないですか。で、ルートがわからなかったんで、今回はもうどういうルートで行けるかっていうのは確認できてるんで、ただ途中のプクプクエリアがあるんで、まあまたそういう先の話をしたらこういう風にやられちゃうんで、って分かってんのにな。こう先の話をするとこうなりますよっていうのはもう分かってんすけど、でもなってしまう。今は大きい、あーでも今3期ですよね。わざと死んだ方が良かったかな、もしかしたら。ここの1回のフラワーチャンスで済むんで、やっぱここ2回連続取るってのはちょっと若干難易度が高いんですよね。まあ、ただここでこっちにしてもクッパの城のところでハンマーブロスが1人いるんで、そいつをどうやったらやっつけられるかっていうハンマーブロス対策はできるんですけどね。よいしょ。いや、よいしょ。うわ低い、うわー急に低いの投げられたら、ちくしょう。まあ実際8の4の男ですって今ちょっと言ってましたけど、うわうわうわ結局フラワーでずるしていってるだけなんで、実は8の4の男ではない。ちっちゃいマリオで8の3をクリアしたら8の4の男という通りなれ通ってもいい気がしますけど、よいしょ。まあここは高確率で取ることまでいけるようになってきたのはいいことなん で、あとは次のところでフラワーを取ることがいかにしてできるで、これところに入った。うわ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 やめて、ほらおし来ました、来た来た来た、チートアイテム。このチートアイテムを8の3で取らせてくれるっていうのはやっぱりこの難易度が難しすぎるから、まあ、フラワーでクリアしてくださいよっていう任天堂さんの保険なんじゃないんですかね。
集中して、よし、ナイスナイスクリア。さあ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 、ついに8の4で1機だけでファイヤーマリオなんで、どっちにしても次はないんで、これ確実に決めたいと思います。よっしゃ、全てのリスクを取っ払っていく。とにかく慎重に慎重に、今まで積み重ねてきた全てを出す時ですね。今まで1の1から積み重ねてきた全ての技術、テクニック、知識、経験、そういうのを8の4にぶつけろと。それでこそ勝ちが開かれる。でちょっと怖いのは海と次のプクプクエリアなんで、プクプクエリアはどうしても回避できないパターンがあるんで、そういうのが怖いんで、あとはもう早めに押し。で、水中エリアは、クラゲはファイヤーで倒せるはずなんで、ちょっとこういう火も当たらないように気をつけながら、よし、上から行く。おおおお、ちょっと聞いてないし、ちょっと待ってください。やっつけたい、すごいやっつけたい、やっつけたいんですけど逃げる。マジか、時間かければかけるほど不利な展開になっていってる気がするんですけど、よしよしよし、間に合い、おら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 、やるかい、かかってこんかい、やるのかやらなかいのか、どっちなんだい。よし、うわもう手汗がすごい、手汗がすごい。うー、これ当たる可能性あるな。ナムさん、よっしゃいった、ズルしてクリアした、やった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 、ついにクリアしました。いやーいや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 、あーちゅう嬉しい。まあこれくらいもらってもいいでしょう、そりゃ。いやー、大激闘でしたね、本当に。もう長くて、いや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 、もう本当にもう何度も心折れかけて、最後もものすごいズルしてクリアしましたけど、いやーいやーいやー、すごい頑張って、ものすごい達成感ですね。いやー嬉しいですね。 Thank you Mario, the kingdom is saved. Now try a more difficult quest. まあまた頑張ってくださいっていうところなんで、いやーもう僕も今あんなデレデレ顔してます。いやーかなり頑張ったなーと、本当にもうメールにさまよってましたけど、まあ、無事マリオをクリアできたんで、本当良かったなと思います。いやー感想としては、いや本当に難しいゲームで、まあ、面白いなーとのもあったんですけど、やっぱりこういうアクションゲームは本当にメンタルゲームだなと思ってるんで、まあ、諦めずに、しっかりと集中してやればクリアすることはできるっていうことも、今回分かったんで、すごく良かったかなと、やって良かったなと思います。でマリオ2は多分またしっかりお休みしてからやるかなと思います。とりあえず、クリアすることができました。すいません、皆さんありがとうございました。それではバイバイ。